ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は9月の19日夜の21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。先週入荷日やったばっかりなんですけど、アメリカからまた新商品届いたので全部新商品の方紹介させていただきます。まずはじめにネルシャツ、ファイブブラザーのネルです。サイズがラージ16から16ハーフで、黒ベースの黒と青のチェックですね。ブロックチェックではなくて、この完全に黒ベースの、で、全体的にサンフェードしてて、雰囲気としては抜群かなと思います。一点ですね、背中の部分、ブリーチ飛んじゃってますが、このサンフェードの感じとちょっと、雰囲気合わせてもらって、ダメージのジーンズとか相性いいんじゃないですかね。サイズ表記ラージですが、ちょっと縮み出てますね。僕は気持ち言ったりするくらいのサイズ感です。着丈も長くなくて着やすいです。お値段が6800円と消費税です。続いてウールシャツ、ペンドルトンのウールシャツですね。70年代には入っているかなというディティールで、こちらサーペンドルトンの方ですね。ペンドルトンの高級ラインの、ものになります。でベージュと、ちょっと、オレンジがかったブラウンと、あと緑と水色ですね。使われている色は、かなり高配色かなと思います。で細かく、オンブレではないんですが、この細かいチェックの、入り方いいかなと思います。でペンドルトン、基本的にフラップ、つくかなと思うんですが、こちら、肩ポケットのフラップなしですね。でボックスの解禁かなり着やすいかなと思います。サイズも自分がゆったりするサイズ感程度もかなりいいです。お値段が7800円と消費税です。お安いと思います。続いてもウールシャツご紹介いたします。いいタグです。マクレガーです。 100% ウールのものでサイズがミディアムで、こちらネイビーボディですね。ネイビーで白と赤のチェックです。もうかなり黒に近いネイビーですね。僕ちょっと見分け苦手なので、結構透明で見ると黒に見えます。で、スーポケットない。こちらもフラップつかないですね。チームも全然出てなくて、コンディションかなり良好です。僕はダボッと着用できるくらいのミディアムです。お値段が9800円と消費税です。続いて、US ネイビーの CPO ですね。サイズが17ハーフです。で、こちら怒りボタンが使われていて、全体的にこちらもコンディションはかなり綺麗かなと思います。でサイズが17ハーフっていうところがいいですね。やっぱりミディアムくらいのサイズ感が出てくること多いんじゃないですかね。自分だとかなりダボッと着用できます。この辺シンプルながら秋冬活躍してくれるアイテムかと思います。お値段が、9800円と消費税です。コンディションバキバキです。続いてリバースイーブ紹介いたします。90年代のサイズ、エクストララージですね。 XL です。でグリーンボディでアイオワラバープリントで2段で入ります。プリントひび割れとも一切なく、コンディションはかなり綺麗かなと思います。でうっすら、全体的に日焼けはあるかなと思うんですけれども、全然気にならない程度ですね。このボディの色味は、日焼けしててもそれがかっこいいと思うんで大丈夫です。サイズ表記が XL で、自分がダボッと着用できるサイズ感ですね。すいません、ちょっと見落としていたんですが、袖口の方、ペンキが飛んでいます。これをまた雰囲気として見ていただければいいなと思います。お値段が12800円と消費税です。続いてもリバースイブ、こちらは80年代のものですね。トリコタグ、サイズがラージです。でネイビーボディで、ラバープリントが1段、この字体も、いい字体かなと思います。で後ろは無地ですね。こちらもコンディション綺麗かなと思います。数回洗い程度というわけではないんですけども、ボディもまだまだ肉厚ですね。で自分がゆったり着用できるサイズ感です。この辺も無難なアイテム でこれからどんどん動き速くなっていくかと思います。お値段が12800円と消費税です。続いて、ちょっと変わり種のリバースイブです。90年代のサイズ表記がミディアム、しっかりアメリカ製で、色味いい色味ですね。水色でリブのところが、グリーンと、グレーですね。この3トーンになっていて、胸元ワンポイントで刺繍が入ります。でこちらいいのがエルボーパッチ付きですね。でオリジナルのエルボー付きます。で後ろは無地で、こちらもコンディションはかなり綺麗かなと思います。サイズ表記ミディアムで、
自分が気持ち売ったりするくらいのサイズ感ですね。いいサイズ感だと思います。お値段が12,800円と消費税です。続いてカレッジ系ですね。サイズが90年代のミディアムです。で、赤ボディで、普通のリバーシブ赤のラバープリント3段に見えるんですけど、こちら、裏地もかなりふかふかで映像でもわかると思うんですが、もうおそらくもう水下手しちゃ通ってないんじゃないかなというようなコンディションです。フラッシュ跡はつかないんですけれども、もうボディもかなり張りがありますし、裏地もふかふかのコンディションです。もちろん、ひび割れや目立つような汚れダメージは一切ないですね。で、血み出てないミディアムなので、今だと実寸でラージくらいですかね。自分がゆったり着用できるサイズ感です。赤のリバースいいと思います。お値段が15,800円と消費税です。続いて、LLB のバーズアイですね。サイズ表記がラージです。で、ネイビーボディですね。こちらは黒ではなくてネイビーです。で、定番ではありますが、バーズアイ、コンディションもかなり綺麗だと思います。この辺も着やすいですよね。急重宝するんじゃないですかね。持ってて損はないかなと思います。サイズラージで自分がダボッと着用できるサイズ感です。お値段が7,800円と消費税です。続きまして、レトロ X のベストをご紹介いたします。タグはこちら、サイズ表記はミディアムですね。で、ナチュラルの色味。で、フリースの程度も、比較的綺麗で問題なさそうですね。硬くなってたりとかは特に見当たらないです。サイズ表記がミディアムサイズで、自分がジャストか気持ち売ったりくらいで着用できるサイズ感です。で、この辺はワンサイズ上げたくらいで着用するのがいいんじゃないですかね。お値段が15,800円と消費税です。続いてフリース、ラルフローレンのフリースです。三角タグ、メイドイン USA ですね。 80s のものになります。サイズ表記はラージで、ネイビーで、襟の裏が、赤の切り返しになってます。で、このポニーじゃなくて、ベアがいますね。ポロスポです。で、バックは無地です。この、ポロベアワンポイント、可愛いんじゃないですかね。で、ポニーじゃないっていうのがいいのかなと思います。サイズ表記ラージで結構ダボっと着用できるサイズ感になっておりますが、この辺、ゆるっと着用したいと思うのでいいサイズだと思います。お値段が9,800円と消費税です。続いてノースのデナリですね。こちらデカタグではないんですが、サイズがミディアムです。で、黒とネイビーの切り返し、定番ではあるんですが、やっぱりデナリ、見た目かなりかっこいいんじゃないですかね。サイズ大きいもの結構出てきますし、作りも大きいので、このミディアムくらいがやっぱり需要多いサイズだと思います。自分には、ミディアムでもちょっと大きいくらいです。これくらいまでだったら結構大きめできてかっこいいサイズ感かなと思います。お値段が9,800円と消費税です。続きまして、パタゴニアのスナッティがいい柄ですね。シンチラのタグ、サイズ表記ミディアムです。で、やっぱ柄いいですね。年代が、古いわけではないんですけれども、年代が新しくてもこういう柄が良ければ、いいレギュラーなんじゃないかと思います。コンディションも、問題全然ないですね。フリースも全く硬くなってないですし、まだふわふわしてます。自分がゆったり着用できるサイズ感です。お値段が9,800円と消費税です。続きまして、スナップティーの今度は色味が赤ですね。で、こちらはタグ、レジスターマーク付きのサイズ表記がミディアムです。で、赤でパイピングがパープルですね。前立てもつくオールドのタイプになってます。で、こちらもフリースの状態、多少硬くはなっちゃっているんですが、この赤と紫交配色、いいかなと思います。サイズも問題ないですね。ミディアムで自分がゆったり着用できるサイズ感です。お値段が、同じく9,800円と消費税です。続いてパタゴニアのフリースご紹介いたします。こちら80年代のものですね。サイズ表記がラージです。で、色味がチャコールグレーで、この着やすいデザインかなと思います。こちらのピスネーム、レジスター幕付きですね。で、まだまだふわふわしてるような肉厚なボディで、リブの、穴等もなく、リブもまだキュッと閉じてますね。リブも伸びてないです。サイズ表記ラージで、こっちは大きめですね。自分がダボッと着用できるサイズ感です。これも大きめで着て、ゆったりいいテンションかなと思います。
お値段15,800円と消費税です。続きまして、パタゴニアの R2 ですね。R2 のブルーです。タグがこちら。サイズ表記はミディアムです。で、ブルーとブラック。で、状態は、問題ないですかね。袖に R シリーズ特有の R のマークが入ります。で、サイズ表記ミディアム。この辺は他のパタゴニアと比べても、体にフィットするようなサイズ感なので、僕ミディアムで気持ち訴えするくらいのサイズ感です。お値段が9,800円と消費税です。続きまして、レトロ X ですね。サイズ表記がラージになります。で、色味がチャコールグレーですね。で、こちらも、程度、肘裏の部分ちょっと、フリース潰れちゃってるかなと思うんですが、まだまだ着用していただけるようなコンディション。で、色味がチャコール、やっぱり着やすいですよね。ブラックもいいんですが、このチャコールいいかなと思います。下半身が、今日みたいに真っ黒だとしても、チャコール一着あれば、色味落ち着くかなと思います。お値段が19,800円と消費税です。で、続きまして、同じくレトロ X のチャコールなんですが、こちら一発、オールドンタイプですね。サイズ表記がミディアムです。で、この、内側が、このウェットスーツみたいな風になっていて、この PF のタグがついて、このポケットの形ですね、この比べてみると分かるかなと思うんですが、このフラップでジッパーが隠れるタイプじゃなくて、この中央に、ジッパーが入るタイプですね。レトレックスの古いモデルになります。で、この襟元の切り返しがチャコールに対してブラックっていうのも、これも色味落ち着いてていいかなと思います。レトレックス、サイズミディアムサイズでいいサイズ感ですね。自分がゆったり着用できるサイズ感です。全然身長170以上ある方でも、このミディアムサイズで、着れると思います。お値段が25,800円と消費税です。で、続きまして、シェルドシンチラご紹介いたします。サイズ表記がラージです。で、パープルと裏地のフリースがこのグレーになっております。で、今日も自分紫着てるんですけど、この古着の紫ってなんかちょっとテンション上がるんですね。この後ろの部分、若干黒い汚れがついちゃっております。色味暗いのでもそこまで目立たないかなと思うんですけど、ちょっと汚れがあるっていうコンディションですね。で、サイズ感、自分がダボッと着用できるサイズ感です。お値段が9,800円と消費税です。続きまして、コーチジャケットを紹介させていただきます。タグがこちら、サイズ表記がミディアムです。で、ネイビーボディで胸元ラバープリント、ペンステートユニバーシー、自体めちゃめちゃかっこいいかなと思います。で、裏地が、ボアの仕様になっているので、真冬でも、あったかく着れるコーチジャケットですね。やっぱ薄手のもの多く着て、薄手のものが多く出てくると思うんで、着れるシーズン限られちゃうと思うんですけど、この裏地、ボアで貼られてるやつだと冬もいけそうですね。僕はダボッと着用できるサイズ感です。コンディションも問題ないです。お値段が7,800円と消費税です。続きまして、ラルフロレンのジャケットなんですが、三角タグの、こちら古いですね。サイズ表記ミディアム、80年代のものですかね。で、ネイビーボディで、かなり高級感ある、ジャケットになってるかなと思います。で、ポニーとも入らず、フロントかなりいい見栄えですね。で、後ろに、このワンポイントで入ります。この貼ってあるのがちょっとワンポイントアクセサリーになって、後ろおしゃれかなと思います。で、サイズミディアムサイズなんですけど、やっぱり大きめですね。ラグランで、ちょっと着た時のシルエットはいいと思うんですが、僕にはちょっと着丈が長そうです。で、背の高い方とかスタイリッシュに着用していただければいいかなと思います。お値段が12,800円と消費税です。続きまして、LLBeanのコーチジャケットです。筆記体ではないですね。80年代のものになるかと思います。で、こちらやっぱチェーンストラップ付きのこの定番の形ですが、やっぱりかなり着やすいデザインですよね。着てみると結構あったかいですし、シンプルながら、かなり重宝するアイテムかなと思います。筆記体がかなりやっぱり人気だと思うんですが、この着用したら80年代のものでも全然変わらないので、この辺おすすめです。お値段9,800円と消費税です。で、続きましても LLBeanこちら筆記体のものですね。で、この紙タグも残っているこのグッドコンディションです。
でこのフードのところにこのミリタリーのサンプリングですね、ジップがついててこのタロンジップが使用されてます。70年代、で色味もいいですね、渋い色味かなと思います。で内側のこのボアも全然まだふっかふかです。コンディションはもうかなりいいです。自分がダボッと着用できるくらいのサイズ感です。水そこまで通ってないかなと思うんですが、1点このフロントのポケットの横の部分ですね、ちょっと切り傷あるので、ここだけそこまで気にならないよって方であればかなりいいかなと思います。で裏地も全然剥がれてなくてコンディションやっぱりいいです。お値段が15,800円と消費税です。続いて、80年代のものですね、アディダスの ATP です。タグがこちら ATP ですね。サイズがラージです。でやっぱり、大人気で、ウェブの方にも掲載してほしいとの声が上がるんですが、そこまで数もやっぱり入れれないので、お探しの方お早めにどうぞ。ブルーベースでこの白のラインですね、綺麗な色味かなと思います。サイズ表記ラージで自分が気持ちゆったりするくらいのサイズ感になっております。細身の男性とかであればいいサイズ感で着用できると思います。お値段9800円と消費税です。続きまして、リーバイスの、ベロアのジャケットです。タグがサイズ表記ミディアムですね、オリンピックの時のものになります。リーバイスのワッペンとナショナルスポーツフェスティバルのワッペン貼られていて、この緑ボディです。で後ろに、USA のワッペン貼られています。大きくていいですね。コンディションもかなりいいです。サイズミディアムサイズなんですけど、ちょっとちっちゃめですね。自分だと、フロントにジッパー開けると気持ちゆったり着用できると思うんですが、閉じて着用するとちょっとジャストサイズとかになるかなと思います。女性の方もおすすめです。9800円と消費税です。続きましてこちら、ヴィンテージのものですね。タグこちらについております。下にサイズ表記などのタグがついていたと思うんですが、そちらは欠損してしまっております。ラグランの、ウールのジャケットになっております。5、60年代ぐらいのものですかね。バックも無地でもう完全にワンポイント刺繍だったり、ワッペンフェルト何もないです。着やすい、かなり着やすいデザインかなと思います。シルエットもいいですね。着丈も、ある程度は大きめですが、そこまで長すぎず身幅もしっかりあります。コンディション、かなり綺麗です。お値段が15,800円と消費税です。続いて、こちら、鴨柄の、プルオーバーですね。タグがこちらにつきます。かなりコンディション綺麗ですね。サイズがミディアムレギュラーになっております。でこのポケットの方にも、もう1枚つきますね。こちら5050のボディで、アノラックパーカーでブルーの、カモです。今っぽい、カモ柄ですね。で後ろにも同様のカモ柄が入ります。ポケットもここに、2つあって機能性も高いかなと思います。今日みたいな感じショーツとかかなり相性いい、商品なんじゃないでしょうか。おすすめです。お値段が12,800円と消費税です。続きまして CWU の 9P ですね。サイズがこちらミディアムです。でいつもウェブに上げると結構早いタイミングで、売れるこちらのものなんですけども、今回も入荷のタイミングで入りましたので掲載いたします。ステッチ多少ところどころですね、ステッチどうしてもやっぱこの辺、抜けちゃうので、抜けちゃいやすいので、抜けてる箇所数箇所はあるんですけれども、がっつり抜けてるとかいう部分は特にないですね。コンディションも全然まだまだ着用していただける、コンディションかなと思います。ミリタリー系のアイテムのこのインナーですね、去年から結構人気は高いので、今年も、持ってて間違いないかなと思います。お値段が9,800円と消費税です。続きまして M65 のフィールドジャケットですね。でこちら、襟がアルミジップ、使われています。セカンドタイプですね。エポレットはつきます。タグがこちらですね。サイズがスモールショート、かなり僕には嬉しいサイズです。69年のものですね。コンディションも全然問題なそうですね。使用感こそはありますが、目立つようなダメージや汚れは、特にないんじゃないですかね。フロントのところこのうっすら、シミ汚れあるんですが、本当にそれくらいです。全然気にならない程度かなと思います。サイズがスモールショートで、自分が一番多分いいサイズ感で着用できる6号のフィールドジャケットかと思います。お値段がこちら12,800円と消費税です。続いて A2 デッキですね。サイズが、でかいですね。 XL です。
で、こちら、初期タイプではないんですが、コンディションはかなり綺麗です。で、ステンシル等も入らないシンプルなデザインです。かなり着やすいサイズ、かなり着やすいデザインかなと思います。サイズ XL で自分がダボッと着用できるサイズ感です。デッキジャケット大きめに着ると、結構ショーツとか相性いいかもしれないですね。試してみてください。お値段が 12,800円と消費税です。続いてもデッキジャケット。こちら N1 ですね。タグ N1 の表記あります。で、こちら年代が、古いものでは全然ないんですけれども、このダック地、珍しいのかなと思います。ダック地グレーのダック地、ちょっと今っぽい、色味で、素材とかもいいですね。全然カーハートとかでも見かけないかと思いますので、ダック何か欲しいと思っている方はぜひこちら試してみてください。サイズも僕ダボッと着用できるいいサイズ感ですね。年代も、そこまで古くないのでコンディションはもちろん、文句ないかと思います。ジッパーは YTK です。お値段が9,800円と消費税です。続きまして、民間ではなくてこちら、ヴィンテージの US ネイビーの N1 です。デッキジャケットサイズが38ですね。US ネイビーのステンシルも、まだかすかに残っているコンディションで、程度なんですけれども、全体的に、こういう感じでシミ汚れは飛んでいるかなと思います。かなり、雰囲気として完成されてきてるんじゃないかなと思います。で、この、若干蜂の巣っぽくなってるようなあたりも出てて、袖のところにもちょっとシミっぽくなってますね。で、バックには、ステンシル入ってなかったのかなと思います。で、袖口のこのリブも全然大丈夫ですね。でサイズ38で、自分がジャストサイズくらいですかね、ぴったりするサイズ感になるかと思います。こちらでお値段が 39,800円と消費税です。パンツをご紹介いたします。ラルフローレンの、交流用のパンツです。でこちら、フラッシャーも残るデッドストックの個体になります。でこちらにラルフローレンのタグがつきますね。サイズ表記はちょっと、ありました、3434表記です。でこの、白、ちょっときなりっぽいような白の、コーデュロイ、最近僕もちょっとコーデュロイハマってて、いいなって思うんですけど、この色、かなりおしゃれだと思います。僕サイズ合えば、欲しかったですね。3434表記のデッドストックです。サイズ合う方ぜひおすすめです。おしゃれなラルフローレン、お値段が7,800円と消費税です。続きましてリーバイスの、501のブラックです。こちら、後染めのタイプになっております。で501、サイズいいサイズですね。3432表記です。でまだまだ色もちゃんと黒いですね。しっかりブラックです。でこちら、3432表記、僕にはちょっと大きいんですけれども、需要としてはかなりあるゴールデンサイズだと思います。お値段が 12,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの、501なんですが、こちらストライプですね。ストライプ珍しいんですよね。パッチは、ついていないんですが、赤タブはしっかり残っております。でこのストライプいいですね。コンディションも、多少ところどころこういう感じで、色がついちゃってる部分はあるんですが、レングスもオリジナルのレングス、オリジナルのチェーンステッチでしっかり当たりも出ています。で色が落ちてきちゃうとこのストライプがちょっと目立たなくなってきちゃうんですが、この遠くから見てもしっかりわかるくらいにはいい色まだしております。実寸がウエスト31インチのレングスが34インチですね。こちらサイズ合う方だったり、ちょっとロールアップしていただいても全然スタイリッシュなので、いいかなと思います。お値段が 12,800円と消費税です。続きまして濃いめですね。こちら、フライボタンカッパーの505です。リーバイジップが使われています。でしっかりアメリカ製のものですね。サブ632表記です。赤タブもしっかりつきます。でこの、マッコンの、この年代にしては結構色、暗めかなと思います。で、触った感じまだかすかにちょっとノリも残っているかなっていうのはちょっと、ガシガシしたような生地感です。で、もう、コンディションは言うことないかなと思います。その部分本当に多少当たりが出てき始めているくらいで、色もまだまだ濃いので、履き込んでいくと本当にいい色に仕上げられる一本かなと思います。
実寸でこちら、レングスが1インチ伸びてますね。3633です、かなり大きめのサイズ感ではあるんですが、こちらも背の高い方、サイズハマる方には本当におすすめです。お値段が15,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの、517ですね、こちらもリーバイスのジップが使われていて、これかなりいいサイズ感です。アメリカ製の3130です。細身の男性、かなりゴールデンサイズなんじゃないですかね。で色も、こちらも、まだまだ濃いです。で517でもちろんレングスもオリジナル、しっかりフレアも、残っておりますね。当たりもかすかに出始めるかなくらいです。これも、色濃くて、いいかなと思います。3130表記なので、自分にちょっと大きいかなと思うんですけれども、もうちょっと自分より背の高い方でしたら全然サイズはまると思います。お値段が15,800円と消費税です。で続きまして、いい色ですね、こちらリーバイスの501で、こちら耳付きですね、赤耳の、モデルになります。80年代のものですね、これくらいの年代からやっぱり、結構ヒゲがあっていい色落ちのものというか、のっぺりとした色落ちのものが増えてくる、気がするんですけど、結構しっかり、ヒゲも入ってて、濃淡の、はっきりしてるいい色落ちをしてるかなと思います。でちょっとオイル飛びが、ちらほらあって、太ももの部分に穴が開いててっていうようなコンディションです。で裾部分ですね、こちらの足はそこまで問題ないんですけれども、もう片方の足はちょっと引きずってた跡があります。で後ろもいい色落ちしてると思います。パッチもタブもしっかり残ってます。もうちょっと表記は読み取れないんですけれども、しっかり残ってますね。こちら、実寸、ウエストが31インチのレングスが34インチです。自分にはレングス長いんですけれども、せっかくの赤耳なのでやっぱりロールアップして耳見せていくのが、調子いいと思います。いい色落ちの赤耳です。お値段が19,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの501の66シングルステッチですね。501で、パッチも残ってます。3431表記ですかね。でタブスモール E で残ってて、ポケット裏シングルステッチです。66の前期モデルでになっております。ですがこのいい色してますね。残っている部分はしっかり色が残ってて、うっすらヒゲが入っててっていうの、いい色落ちの一本かなと思います。綺麗な色味ですね。当然耳付きでオリジナルのチェーンステッチです。でこちら、多少履き込んだ、色いい色しておりますが、ダメージが少ないっていうのも、魅力の一つかなと思います。また部分もステッチの抜けもほとんどないですね。多少の擦れがあるくらいで、ポケットの入り口、膝付近も全然問題ないです。グッドコンディションのいい色の66前期ですね。こちら実寸も、かなりいいサイズです。ウエスト33インチのレングスが29インチです。オリジナルレングスも29インチっていうのはかなりやっぱり需要多いですよね。お探しの方ぜひおすすめです。59,800円と消費税です。続いて、ビッグイーですね。リーバイスの501で、この面もう完璧じゃないですかね。雰囲気、しっかりヒゲが出てて濃淡もはっきりしてて、このペンキ飛び、かなりいいかなと思います。でこのペンキとこの、ちょっとベージュっぽいような、違う色のペンキも飛んでて、もうダブルでナイス雰囲気かと思います。ビューティフルですね。パッチは取れてしまっておりますが、赤タブビッグイーです。もう当然シングルステッチですね。ボタン裏、何番ですかね。こちらボタン裏6番です。でウエストはチェーンステッチで縫われております。でこちらも、ペンキ飛んでるんですけれども、コンディションはそこまで、先ほどのものの方がコンディションはいいんですけれども、また部分、本当にうっすら多少のリペアがあるくらいですね。むしろこうやってしっかりリペアしてある方が、この先ちゃんと履くってなったら安心かと思います。膝も割れてませんし、ポケットの入り口も多少擦れてるくらいのコンディションです。で、レングス、多少のオリジナルはあるんですけども、オリジナルのチェーン設置で当然赤耳、逆側もこのステッチの抜けが多少あるんです。この辺はもう入れ直されてますね。もうすでにステッチが入れ直されてますが、オリジナルの、レングスの長さです。
こちら実寸なんですけれども、ウエスト29インチのレングスも29インチですね。自分がジャストサイズで、履けるかと思います。501の、細めの男性お探しの方ぜひおすすめです。素晴らしくかっこいいです。お値段が、5万9800円と消費税です。明日土曜日ですね、また2週連続にわたって入荷日の方をさせていただきます。アメリカからまた1ヶ月分の荷物が届いて、クオリティも、かなり充実しておりますので、ちょっと天気は悪いと思うんですが、皆さんのご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。